こんにちは。こんにちは、どうも。はい、また1ヶ月経ちまして。早いですね。年末ですね。でも、体どうですか？腰ですね。腰にきますね、寒さが。ああ。寒さもあるし、やっぱり日頃のね、積み重ねも、やっぱ年末だから、いろいろあるじゃないですか。ちょっと、すいません。ひどい時は、変わるんで、そう、結構きつかったりとか、なるほど、ね、多分、体がちょっと左に曲がってるかもしれないです。編集作業、まあ編集ですね、ずっとにらめっこしてこうイライラしながら止まってる遅いとかなんか思ったりするととかなってるとやっぱりなっちゃいますね。なるほど。背骨、ちょっと全体的にやっぱり歪みあるんですけど、腰のところはやっぱりちょっと大きく右に行ってますね、これ。この辺が結構そうですね、そうですか。はいはいはい、張りが強いというか、右に一番出っ張ってるところですね。はい、そうですね、骨盤の高さがだいぶ違っているので、右が上がってますね。こんなに違っちゃってます。ここからだから、これぐらい。指幅3本分ぐらい、だいぶ3センチぐらい違う。肩甲骨の高さでも見てもだいぶ違ってますね。だいぶ左がそれ外側に行っちゃってますね。かなり違う。右もややそこなんですけど、左のこの脇への寄り方が激しい。ね、こっちはまだこの、まあ、背骨からの距離これぐらいなんですけど、まあ、15センチぐらいですかね。こっち結構だから18センチぐらいはあるなって感じです。だいぶ広くこっちが肩甲骨が外に外れちゃってるので、やばいですね。だいぶこっち寄ってる状況ですね。上下の感じで言っても、まあ、右の方が高く左の方が低いっていうのがありますね。はい、ここで持ってくるとでも、まあ、高さ的には2本あるかないかぐらい 1.5 センチぐらいの差なので腰の方が大きいですね。でもね、1.5 って結構でかい。結構そうですね、結構あります。でもそれでも可愛く見えるって言うんだもんね。そうですね、大したことないと思うぐらい腰の左右差が歪みが結構えげつない。そうです、えげつないですね。えげつないです。えげつないとか言っちゃっていいかわかんないけど、かなり強い。ある、ね、そうですね。なんかかかと合わせてもやっぱりこう右の方が短くて、ここに乗っちゃう感じですよね。もう年末の大掃除ですね、じゃあ。そうですね。これもちょっと最後の。大掃除ですいません、はい、頑張りましょう。先生も頑張るそうです。お互いに頑張りましょう、はい、すいません。ベストを尽くすということで、はい、まずちょっと痛みのチェックしましょうかね。はい、はい、痛いですね。明らかに張ってますね。あれですね、もう複合的にですね、左右上下前後全体的にあらゆる方向から行ってますね。すいません。毎度前回ちょっとね回復がねあったんですけど、やっぱ年末で立て込んじゃってるんですかね。
時はどうですかね。左下感じと右で、うん、なんか左の方が痛かったんだけど、ええ、うん、確かに足だとちょっと左の方が硬いようにも、そんなに大きな差はないですかね。負担には右痛くないですか、ね、そうですね。ああ、痛い、やっぱり痛いですね。うん、右痛みありますね。あります、うん。左もあるけど、ちょっと右もちょっと大きい。そうですね。ああ、はい、それですね。はい。ですね。じゃあ、右の方が痛そうなので、右からやっていただきます。いらっしゃいますね。はい。よし。やっていきます。右の足は揺れるんですけど、左の足はあんまり揺れないですね。ああ、そうですね。微動だにしてないですね。結構足の感じ、右と左で揺れが違いますね。本当だ、本当だ。お正月はどっか行かれるんですか？ああ、実家に帰ります。あ、なるほど、はい、あ、お家どの辺なんですか？群馬。ああ、そっか、近い、そうなんですね。近いっちゃ近いですね、はい、気軽に行けますね。そうですね、はい、はい、硬い上がもうここからすると熊ここ一番右にね、あの横に歪んじゃってたところですからね。そうですね。あー、ここから硬いな動きが動かないですね。いや、また背中で終わりそうですねなかなか手がね、回せないですね、1時間でねなんか硬いな、動かないですね。硬いです。今日はだいぶそうですね、うん、一日どのくらいパソコンに向かってるんですか？いや、でもだいぶ減らしたんですけどね、うんうんうん、本当に、うんうん、まあでも多い時はやっぱ6時間ぐらいは、うん、ああ長いですね、もう昨日とかでも本当に2時間ぐらいしか話せなかったんですね。さすがにこれはやばいと思って、ああもう腰が痛いから、最低限のことだけやって、うん、なるほど、いやこれちょっとだいぶですね動かない範囲が広いやっぱりこの週末ずっと詰め込みだったんだよ。土曜日に関しては8時間以上ずっと座りっぱなしだったんで、うん、ああ長いですね、違う仕事で。ああそうだったんですね、もう腰が痛くて大変でした。そうか、もうはっきり痛かったんですね。痛かったです。まあ歪んじゃってますしね、もう確かにだいぶ良くなさそう、動かないしいや全然動いてないですね。動いてないですね。おー参ったなこれ、ね、今度ここに来る前に一度山田電機かなんかでマッサージチェア座ってきましょう少しほぐしておいて、ほぐしておいて、なるほど、そうですね一心一体ですよね、まあ、やっぱり
みんなそんなのかな。少し良くなるとやっぱまたね同じようにやってしまったりしますしね。だいぶ力入ってますね。今日ちょっとこの背中の揺れの悪さ一番かもしれないですね。ありがとうございます。今までの徹夜さんの中でワーストワンかもしれない。やばい。これまたあれですね。あのタイトルがえらいことになります。ワーストワン。今年ワーストワン。まあ見る人にとっては悪い方の方が、ね、あまあまあね、リアクションがある方がね。顔がだんだん濡れてきちゃった。あ、ごめんなさい。マッカーない方がいいかな、一回。これちょっと取りましょうか。はい、これだと低すぎます。あ、でもこの方がなんか楽そうです。ハマりがいいです。そうですよね、はい、動かなくなりますもんね。はい、この状態でじゃあ、はい、でも多分あれですね、体が衝撃を吸収しない状態っていうか、もう揺れがそのまま全部顔まで動いていっちゃうっていう、はい、ね、それだけ硬いってことですね。そうそう、枕を動かしちゃいますね。うん、力みがすごいですもん。力抜いてるつもりなんですけどね、全然ね、頭がいっぱいなんじゃないですか、あれやってこれやってっていう。ああ、そうなんです。もうなんかね、うん、本当にただもうなんか、うん、優先順位の高いやつだけやって、あとはもういいやっていう感じでやってるんで、うん、もうなんかさ、もう最低年内あと出さなきゃいけないやつ、うんうんうん、3,4 本だけで、あとはもういいやっていうぐらいの気持ちで今いくんで、でも結構忙しいんじゃないですか、この 3,4 本と言ってもそれだけでやってるわけじゃないじゃないですか。まあ、でもね、本当に、テテアさんやっぱりこう今まで詰め込みすぎで、まだ詰め込み癖抜けてないですね。まあちょこっとね、本当に、ね、まあ、あのなんかね、いろいろやっぱ入ってる。もちろん泣いた分入ってくるんで、まあまあね、あ結局減ってないっていう、うん、ね、そこはちょっと心を鬼にして、そうですね、減らした分はこれ以上入れないっていうふうにしないとですよ。もう今年はこれ以上もう入れないですけど、まああと1週間ちょっとしかないですけど、うん、ね、いや結構だからその中で 3,4 本ってこの体調で大丈夫かなと思いますけどね。そうですね、だいぶ硬いんだよな。じゃあ腕を下ろしていただいて、はい、はい、おボキボキ言ってですか。硬いですね。その沈みがないから苦しいですよね。ね、なんか要は本当にさっき の, その揺れの話もそうですけど、こう干渉吸収がないんですよ。そうですね、もうでダイレクトに全部動いちゃうし、もう押した分がそのまあ苦しさに直結するみたいな。ね、うん、まあでもこの針はなくなりましたね。あ、全然痛くなくなった。うん、とりあえず針は取れましたね。あ、不思議だ、うん、さっきすごい痛かったとこが、いや全然痛くないです。大丈夫ですね。相変わらず不思議。何度受けても、何度受けてもなんで一応今顔まっすぐ来てるので、はい、毛細も多分減りましたよね。そうですね、うん、はい、まあ、まだね硬いんで
はいはい、気になってはいるので、全然痛くないってことはないとは思うんですけど、でもなんか、うん、さっきよりは全然、ねはいうん、でも痛みの質として結構我慢できるぐらいな全然、はい、感じですよね、はい、と左右差があんまりない状態ですよね。あ、うん、どうですか、ね、やっぱり右の方が痛いとかって感じますか。そうですね、やや右ですかね。やや右ですね、うん、まあ、差としては埋まった感じですかね。あ、よかったです、うん、はい、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。てつやさんもチャンネルをお持ちですので、はい、どうぞ。ダンサーセラピーのてつやで検索していただければ、下の概要欄にね、うん、概要欄に、はい、リンク貼らせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では See you。でもなんかね、すごいやっぱまっすぐ感すごいですね。